1939年のグラビッツ、エルンスト・ロベルト・グラビッツは、ナチス・ドイツ親衛隊の医師。親衛隊、警察医学総監を及びドイツ赤十字社副総裁を務めた人物。最終階級は、親衛隊大将及び武装親衛隊大将。軍医のエルンスト・グラビッツの息子として、ベルリン郊外のシャルロッテンブルクにて生まれる。 第一次世界大戦には1917年から従軍したが、1918年にイギリス軍の捕虜となっている。1919年に捕虜収容所から釈放された後、ベルリン大学にて医学を学び、医学博士となる。1920年のカップ一期には義勇軍の一人として参加している。1929年からは内科医として働く。 1931年に国家社会主義ドイツ労働者等に入党。1932年3月29日には新衛隊に入隊している。1933年にベルリン・ベストエント病院の主任医師となる。1935年6月1日に新衛隊衛生局長に、1937年にはドイツ赤十字社副総裁に任命されている。 1940年、武装新英隊衛生総監に任命される。1941年には、グラーツ大学の名誉教授となっている。1942年から1943年に、かけて、カール・ゲープ・ハルトラと共に、ラーフェンス・ブリュック強制収容所で囚人を使った、ガスエソの感染実験など残虐な人体実験を、行う。その後は、相当地下壕で、 アドルフ・ヒトラーのもとに医師の一人として仕えたが、1945年のベルリンの戦いの最中、ベルリンを脱出したい胸の要望をヒトラーから拒否されたことに絶望し、4月24日に自宅で家族と共に手榴弾で自決した。彼の最後は2004年の映画、ヒトラー最後の12日間で再現されており、クリスチャン・ヘイニングがグラビッツを演じた。ありがとうございます。